魂の成長を加速させるための動画を配信している数です。6月28日は一粒万倍日と巳の日が重なる金運上昇日。この日はぜひ財布を新調しましょうというような話、よく聞きませんか？他にも厄年あるあるで、実はさ、今年年明け早々手首骨折して、さらに勤め先がいきなり倒産するしさ、よくよく考えてみたら今年から厄年だったんだよね。厄払い行ってなかったんだよ。よく聞く厄年伝説。今回はこの2つのテーマ、開運日や金運上昇日、それから厄年について神人さんに聞いてみました。早速神人さんのお考えを聞いてみたいと思うのですが、ちょっと待って、神人さんって誰？そう思われる方もいらっしゃると思いますので、私なりに紹介させていただいてから本題に入りたいと思います。まず神人という名前の意味は、私たちを生かしてくれている地球に対して感謝をして生きる人が増えますようにという強い願いが込められています。また神人とはシャーマンとしてのお役目を表しているものにもなります。ではシャーマンとは何か、日本語にすると霊媒者です。霊媒者は古代から現代まで世界中に存在していました。日本の東北地方のイタコやイチコ以外にも、南の方ではユタ、神人、神中などとも呼ばれていました。その呼び方は様々ありますが、では霊媒者とは一体何をするものなのか。それは霊媒行為をするもののことを言います。この霊媒行為には大きく分けて3つあります。一つ目は代弁。これは霊の意思を察して代わりに伝えること。霊の中には話さない存在もいるので、それを霊媒者が察して生きている人に伝えるという行為になります。二つ目は伝言。これは霊媒者が霊からの話を聞いて伝えること。つまり霊媒者が霊と直接話をして、伝えるべき内容を依頼者またはその肉体を持っている方にお伝えをするという行為になります。3つ目は霊伝。これは霊に直接伝えてもらうこと。霊存在に自分の肉体を直接使わせて伝えてもらうことです。この3つの霊媒行為を神人さんは全て行うことができます。さらに神人さんは4次元の霊存在だけではなく、それ以上の高次元と言われる霊人や霊団とつながることができる霊媒者です。そのような類まれなる霊媒者だからこそ、この狂った世界の真理について正しく知ることができ、高次元の存在である宇宙指導霊団から自動初期、霊伝という形でこの王室神事を下ろされました。他にも神人さんはエクソシストとしてのお役目をかけながら尽力されてきたのですが、その経緯については王室神事や御霊との対話をご購読していただくことをお勧めいたします。ではここから本題に戻ります。まず開運金運日について、次に厄年についてを質問させていただきました。開運日、よく聞く開運日について開運、はい、はい、ちょっと調べたらその陰陽道が由来してるかって聞いたんですけど、あのスピ系よくあるあるの発信で、例えば2023年の何月何日は、天赦日と虎の日と一粒万倍日が重なるトリプル開運日、金運爆上がりとかっていうような配信をよく目にしたり聞いたりするんですけど、そういったものっていうのを私は個人的にははっきり言って信じてないんです、ね、でも講演会でお話伺ってたら、その人間のその想念が現実にこう起こりうるというか、集合意識が影響を与えるって話をちょっとお伺いしたんで、実際それを信じる人が多くなれば、集合意識の影響で本当にその何月何日何時に何々すると、金運爆上がりみたいなことが実際に起こり得るのかなと。起こり得ますね。人の想念によってそうやって生み出していくんですよ。だからそこを音頭取りしてきたのが陰陽師っていう陰陽道。で、陰陽道はどこからって道教ですよね、中国のね。道教はまあシャーマニズムからですから、
だから昔からありますね。だから分かってるものが、いや、そうやって暗示をかけていく。うん。暗示をかけるんですよ。そうすると人はそういう想念を持ち、念じ、いわゆる生み出していくんですね。ましてやこれ言葉に出す、文字に変える。どんどんどん現象化させていきます。だから操られていくんですよ。うん、人々はその暗示の中でものを見るようになるので、事実そうだと思うようになります。うん、まあ分かりやすく言うと暗示の世界ですね。あります。はい。はい、でそこを見極めなきゃいけないのはですね、その結局入り口としてはじゃあ自分の欲望のためにそこに入っていって、そこで止まっていればいいけども、その後の誘導というか、次は何々しなさいとか、次はいついつよっていうようなところを気づけない人がかなり多いと思うんですけど。そうですね。その辺は、もう何て言うんですかね。最初からその、集合意識によって力を得るものを、に最初からも近寄らない方がいいのか、それともそれを理解した上で、そういう力がある。じゃあ、それにあやかろうっていうところで乗っかって、で、まあ、ここまでだったらって自分で線引きして、それ信じてやってやろうじゃないかっていう考え方でもいいんですか、どちらでもありますね。うん、個々に委ねられてますね。乗っかるか乗っからないか。だから乗っからないってことは単体意識が強いってことですから。自我が強いってことですから。で、それで自分で切り開いていけば、それはそれで得られる世界があるじゃないですか。でもそれがなければ、誰かに委ねて、ね、集合意識の己、それもあるんですよね。まあ、使い分けてもいいし、我が道でもいいし、どちらもある世界ですね。善意であるものなのか、その集合意識がね、悪意なのか、どちらもありますしね、それもね。どちらもあるんですよ、集合意識はね。それは善の仮面をかぶってるものもありますしね。ややこしいですよね。それも横行してますよね。そうです。現代も昔からです。それを分かってる者たちはいるのですよ。操、統制、取っていくために。次に、厄年についての質問です。この質問は実際に視聴者様からいただいた質問をそのまま読まさせていただきます。私は今年から3年間厄年で、今年は前厄になります。厄年の時は自分に災難がなくても家族に降りかかることがあるとよく聞きます。明日、家族の勧めでお祓いに行くのですが、厄年というものは霊的に見ても気をつけなければいけないのかを知りたいです。ちなみに私が仕事の事故で失明をした年は妻の後役の年でした。このことについて、上戸さん教えていただけないでしょうか。お願いします。まあ先ほども言いましたけど暗示の世界ですよね。あると思えばあるという見方をするようになりますし、ないと思えばないという見方をするようになります。どちらでも、まあいいっていうか、それはその人が決めることなので。基本的にこう、波なんですよ。人生ってね。まあ、生命体はすべて波なんですよ。こう変動する。変動するもの。ならば、その周期があるっていうことは事実なんです。すべてはね。月の影響で波の満ち、ね、海の満ち引きがあるように、人にもその変動はあるんです。良くなったり悪くなったり。っていうことを踏まえていくと、なきにしもあらずっていう言い方になるんですけど、じゃあ全員が同じようにその年齢なのかって言ったらそれは違うんですよ。だ何歳はこうだっていう言い方にはならない。ただその人に応じての波はあります。いい時もあれば悪い時もある。ずーっとこれ行くんですね。
うん。だから、年齢で考えないで、自分の中の波をこう、感じ取れればいいでしょうね。ある程度生きていかないと見えないじゃないですか、この周期ってね。うん。だから、一概にあるっていう、世間が言ってるような、そういったものがあるっていう言い方は私はしないですね。うん。ただ、気をつけようとか考えるきっかけにはなるから。うん。ね、それまで例えば健康面とか全く無視して生きてきた。まあ、ある程度40代入ったら、衰えが始まるじゃないですか。うん。だから役と言わなくても別の表現で、やっぱり40代行くと無理が効かなくなってくるから気をつけないとね。っていう学びだけでいいじゃないですか。役だから気をつけないとね、じゃなくて。うん。若い頃みたいにはね、回復できなくなるよ。筋肉がほとんど落ちていくよ。とかね。うん。あんま無理しないように、そろそろ変えていった方がいいよね。っていう表現の方がしっくりきますけどね。うん。女性だって例えば、昔と今とは婚期が違うわけですし。うん。ね、早く結婚した、うん、そうした人と、後で結婚した人と。ね、子供産んだ人と産まない人とはやっぱ違いますよね。はい、昔だったら、だから、いくつぐらいには大体結婚して子供が産んでっていう、大体パターンが決まってて。ならば、こういうふうに体調が変動しやすいとかっていう言い方もできたんでしょうね。うん、統計的にね、はい。今は当てはまらないと思います。うん、統計論です、うん。ならば、その統計はいつの時代の統計だってなったら今と昔は合わないです、うん。ただこれは波はある。から自分の中のそれを、うん、自分で考えるしかないですね。その波のリズムが、例えば翌年周期で良くなったり悪くなったりする人もいれば、12年周期でなるっていうのは波長も。もちろんある、ね。当然、それぞれ違いますね。12年周期とかっていうふうに定まらない、はい。はい、そうです、そうです。当然、この波の中にもこういう変動はあるわけですよ。うん、だから、うん、それをね、どう見立てるかっていうのは難しいですよね。全員にね、当てはめて考えるのは。個人個人が違うからですね。うん、でさっき言ったみたいに、年齢に応じたこれがあるからっていうのは言えるけれど、でも、それは体力の違いは元から違うから、ということを踏まえてね、考えた方がいいと思いますね。うん、はい。わかりました。あんま年齢にとらわれない方がいいと思います。はい。わ、はい、かりました。はい。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。開運、金運上昇日、それから厄年について、何を信じ、何を選択するかはもちろんそれぞれの自由だと思っています。でも私は人に流されたり盲目的に何かを信じ込むことは避けたいと思っています。でも、もしも家族から、あなた厄年だからお祓いしてきてと言われたら、はい、わかりました。そう言って、自分では意味がないと分かっていてもお祓いには行きますね。だって、お祓いなんか意味がないんだよと拒絶して人間関係の不和を生むよりは、自分では本当のことを知りつつ、家族関係を優先したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。